クシーナイト、そしてダノンスマッシュは最上方からスカイフィールド、そして後方2投目がピクシーナイト、日本のピクシーナイト、そして最後方はウェリントンです。さあ3、4コーナーの中間地点、ほぼ12頭がパグン1段です。 おっと1頭落馬、そして巻き込まれるように数頭が落馬、競争を中止しています。日本のピクシーナイト、そしてダノンスマッシュは大丈夫でしょうか。さあ最後の直線に入っています。前は追い込んでいく、追い込んでいく、現在先頭がクーリエワンダーです。クーリエワンダー先頭、そしてレシステンシアは中段の位置、3部どころから上がっていきます。最上ついてホットキングクローン、さらにはその内からはスカイフィールド、そしてそこから伸びてきたレシステンシアが伸びてきた。レシステンシア現在2番手に上がっていった。しかし先頭はスカイフィールド、レシステンシアは2着、スカイフィールドが勝ちました。勝ったのはスカイフィールド。